こんにちは、山下エギングマイスターの川上です。今回お伝えするのはエギングのアクションをつける際のロッドの握り方。長時間やっぱりエギングしてると手首が疲れてきたり、その腕がしんどくなってきたりします。持ち方を変えるだけで軽快に、そして長時間やってもその疲れないような握り方があります。今回はそのロッドの握り方をお伝えします。よろしくお願いします。しゃくりとはこのショートジャークを行う時の握り方なんですけど、間のしっかりこうやっぱり力を込める時にはグッとやっぱりグリップするんですよね。手首は柔らかく使ってるんですけど、例えば力を込めてバンとしゃくろうと思ったら、もう肘にロッドのグリップを当て込んで腕でしっかり動かしていく。でもこれを長時間何度も何度もやってると結構辛くなります。二段しゃくりでも肘は固定しないで手首を柔らかく使うんですけど、割と手首に負担のかかる間髪を入れないんだったら、これをやっぱり一日中やってるとかなり負担がかかります。で腕にもやっぱり疲労が溜まってくるんで、もちろん潮が速い時、水深が深い場所だったらエギをしっかり動かすためには時折こういった力を込められる握りも必要なんです。でも長時間そのキャストを続ける際にはロッドを指と手のひらの真ん中の部分でこの支えるだけなんですね。これでロッドを落とさないかって不安かもしれないですけど、しっかり指先でホールドしてるんでロッドが落ちることはないです。でイメージとしては手首を若干固定するようなイメージですね。で腕を柔らかく振ってエギの動かすタイミング、手に抵抗がかかる瞬間に少し力を入れる、握り込むようなイメージなんですけど、実際握らないんですけどね、握り込むようなイメージでやっていきます。でこの軽い力で、軽い握りでその負担なくアクションつける握り方なんですけど、これリールのその足の部分をこう挟み込んでやる人もいるんですけど、もうなるべく体に負担をかけないことが目的なので、グリップの前の方を握り込みます。そうすると竿の視点が、手が竿の視点に近づいてよりこう竿を軽く振れるんですね。ロッドは長く持った方がやっぱり重いし抵抗かかるんで、その視点、潮の視点に対してより手を近づける意味でもグリップの最も前の方を握り込みます。視点を近くすることで軽い力でも動かせやすい。指先でホールドしてるんで竿は転がったりはしません。ロッドを軽く握って握力を多少使ってるんで、その腕にかかる、手首にかかる負担というのが減るんですね。手首も柔らかく動かしてないので、ロッドを振って右の抵抗が手にかかった瞬間に竿を振るのをストップするので、右だけが短い距離でポンと動くんですね。通常の力を込めたしゃくりはロッドを下げて振り上げるときにグリップエンドを肘に当て込んでしっかり腕を固定して腕の力を使って振っていく。短い距離でしゃくりを1回2回やるときにはこの握り込まずに少し手を開いて手首を固定していた方が体への負担は実は少ないんです。どうしても力を込めたしゃくりっていうのはエギを前に大きく大きく動かせるっていうメリットあるんですけど、いつもいつもそれだとそのアクションが
単調になってしまったり、潮が強く当たっている時には抵抗がかかりすぎてエギがブリッと返るんです。この軽い力の軽い握り方のメリットは、この潮の強さであるとかエギにかかる抵抗というのを手のひらで感じやすい。で、長時間やっても疲れない。コツは竿を下から上に思いっきり振り上げるというよりは、ある程度高いところから始めるというイメージですね。手首を固定している分、ロッドは振れないので、ロッドが水平もしくは水平から少し下がっている状態で始めてあげる。いろんなメーカーさんのエギングロッド、グリップレングスがここのグリップの先端から後ろまでが長いタイプと短いタイプっていうのがあります。ご自身の使っているロッドが長ければ、もちろん肘に当て込んで反動を利用してしゃくった方がやりやすいですし、短い方だったらこの柔らかい握りで竿を軽い力で当たらないのでやりやすいですね。この握り方というのはロッドのグリップエンドが少し短い方、竿の方がやりやすくて適していると思います。竿を戻せばショートジャークに近いようなポンポンっていう2回のアクション、これを高く跳ね上げようと思ったらロッドを戻さないで1、2、3とやってあげる。握り込まないでも手首を固定した状態で上までしゃくり上げる。引き手側にこう腕を開くようなイメージ、腕のポジションは真横というイメージだとやりやすいですね。腕の振り幅も小さくなるんで、より体が楽になります。この手首全体にかかる負担を減らして軽い力でエギをクイックに動かすことができます。今しゃくりの一例なんですけど、これをショートジャークでも利用することは可能です。普通に握っていてその方がやりやすいって方もそれでいいと思うんです。手首を柔らかく使って普通にしゃくりでも全然これで体に負担ない人はそれでもいいです。でもその手首の使い方がいまいちよくわからないとか、少し手首腕に負担がかかるなっていう感じの時にやっていただきたい握りなんですね。でこれをショートジャークでやろうと思うともう一緒です。普段こう柔らかく使っているのを若干固定というか決めるようなそのイメージで手首の感覚ですね、ショートジャックもやっていきます。これ親指立ててるのは角度は変わってないですよっていうのはちょっと分かりやすくするために立ててるんですけど、しゃくりショートジャック、同じ握りで軽い力でどちらのアクションにも対応ができます。